収録も開始していきます。はい、お願いします。お願いします。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、2週間ぶりの収録となりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんなでしょう、この2週間。この2週間ですか。まあちょっと、まあ、楽しかったんですけど、はい、ちょっと疲れが溜まってたらしく、はい、あの今ちょっと目が赤いんですけど、若干赤いですね。はい、あのなんか急に充血したりとか、あら、ちょっと喉が枯れたりとか、あ、いや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 、疲れがあるような感じはしますね。あ、まあ、体調が悪いわけじゃないんですけど、うんうんうん、あ、ちょっと待ってください。あの。SD カード読み込んでなかったみたいです。どう、うん、どう、1分で切れちゃいました。ということで、仕切り直し、テイク2 テイク2でも早い段階で、よかったよかった。でもテイク2が全部あの YouTube ではバレバレと。まあいいんじゃないですか。はい、ツイキャスでもバレバレだし。はい、そのまま行きましょう。はい、じゃあもう一回行きます。すいません、はい、サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、何を話そうか忘れました。すいません、実はテイク2なんですね。テイク2なんですよね、はい。ちょっと1分で録音が止まってしまいました。しょうがない、はい。機材の関係なので。はい、この2週間、まあ久しぶりなんですけど、はい、2週間何してたかっていうと、私、前頭エーサー結局行きまして、旦那と一緒に。どうでした？すごい買ったんですけど、まあ、良かったですね。人がやばくって、やばかった。はい、とりあえずやばかった。いや、最終日14万人ぐらい来てたらしいですか。そんなに来てたんだ。やば。私旦那と行ったんですけど、早い時間に行ったんですよ。それでも15時半ちょっと過ぎぐらいに会場着いてて、早いですね。だいぶだいぶ早く着いたんですけど、あのそれでも人が多くって、旦那最後らへんジグイしてました。人酔いしますよね。人酔いはするし、なおかつあの地方のところのスピーカーの方で見てたので、はい、あんまり見えてなかったっていうエイサーを。おー、あ、まあそうですね、結構人もみんな立ってるので、まあそうですね、意外と下から見ると全然見えないんですね。見えないんですよ。では番組の紹介をしたいと思います。お願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sach@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいねということで、早速一曲いきたいと思います。お願いいたします。今週はちょっと内名口バージョンでいきたいと思いますので、ザ・ブームで島唄内名口バージョンです。どうぞ。
しまった、あれなんですよ、私。中3の時、中3だったかなぐらいの時に、はい。三振引いたんですよ。おお、すごいですね。何だったかな、文化祭だったと思う、確か。だったはず。三振って抑える場所、音でしか覚えきれないんで難しいですよね。意外とね、その時、三線教室の時に、なんか島唄の楽譜があって、で、何人か同じ中学校からはい。三線教室通ってる子もいたので、下の子ですけど、一個下でいたので、その子二人と私とで、文化祭、多分文化祭だったと思うけど、やりましたね。いい思い出ですね。私、あれもやりましたよ。島人ぬ宝も、高校3年の時に、三線弾きましたね。クンクン心、その時なかったんですよ。島人ぬ宝の。もう完全耳コピー。しかも言われたの、3週間前。三線弾いてって。家に帰っても三振の練習、ずっもうとずっ練とず、習ですもうね。練習ですよ。文化祭。中学生の時に僕は1回しかなかったんですけど、2年越しじゃないですか、その、体育祭、文化祭、体育祭みたいな。だから、体育祭が2回あって、文化祭1回だけだったんですけど、文化祭の時にやったのは、英語劇やりました。英語の先生に呼ばれて、あんた演技得意でしょ。英語劇やるよ。セリフ全部英語で劇をやったんですけど。すっげ、逆にすごい。まあ、覚えればいいだけですからね。まあ、だから英語一番苦手なんですけどね、科目で。なるほ劇でど。は英語をやる。私あれですね、高校1年の何だったかな、学園祭か、はい。学園祭の時に劇やりましたね、準主役で。ああ。主役の子が本番の時にセリフがぶっ飛んで、私小声で喋ってるっていう。 そんな感じ。ありますよね。舞台ってやっぱそういうあるんで、ああるれあがあるあるる。んで。自分、セリフ飛んだことまだないですさすがに覚えないとと思って、結構ね。はい。あれだったんですよ、長くて、頻繁にやり取りみたいなのがあったんですよ、主役の子と。で、もう最後らへんぐらいぶっ飛んでて、ちょっとそこをやらないと私は起きれないみたいな感じな時にぶっ飛んでて、面白かったですよ。まあ、相手のセリフも覚えないと、長いセリフになるかわからないですからね。そう、わかんない。演劇楽しかったな。高校に入った時に三線をやってるっていうのを隠してたんですよ、わざと。で、3年生の時にまさかバレるとは。誰かにリークされたんですかね。多分、担任の先生か誰かが言ったかもしれん。多三振弾けるよっ分、弾けるから弾かせ、みたいな。て。弾かせよ。合唱だったんですよ、うちのクラス。たまたま、なんか、島人ぬ宝と洋楽と、なんかあと一つあるから、あんた三線弾きなさい。へぇみたいな。うちの一番やっぱいいっすよね。いいですよね。はい、では間もなくです。お聞きいただいたのは、ザ・ブーム・島唄・ウチナーグチバージョンでした。
では早速今週のテーマに行きたいと思います。願いします。今週のテーマは好きな島くつばです。皆さん、あれ、今日というか、収録上18日なので、祝日で敬老の日って皆さん思ってると思うんですけど、実は毎年9月18日は島くつばの日でもあるそうで、おお、そうなんで制す定ね。されたらしいんですね。はい。で、それで今回ちょっと、まあ、敬老の日でやろうかなと思ったんですけど、やっぱ島くつばもちょっとね、やっていかないといけないかなっていうのもあり大ま事しですかて、らね。大事なので、今回島くつば、好きな島くつばで募集をいたしました。で、DM が来てますので、早速紹介したいと思います。ヒンチ参道さん、まあ、ヤンポーさんですね、はい。からいただきました。ありがとうございまあす。りがとうございます。テーマ、島くつば。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんこんばばんんは。は。して、島くつばといえば、イチャリバ朝礼でしょう。一度会えば兄弟。こんなにいい市長口ありませんよ。青年会時代も、早稲田大学生とすぐ仲良くなったのも、イチャリバ朝礼の精神からですかね、と来ております。まあ、確かにそうですよね。まあ、イチャリバ朝礼。会えばすぐ友はい、達というか兄弟。兄弟。兄弟は兄弟という意味なので。僕の好きな言葉の一つですね。おお。だからバーでカウンターで飲むの大好きなんですよ。ああ、なるほど。知らない人とその一夜を一緒に楽しくおしゃべりする。それいいですよね。メールに行く前にちょっとキャスを紹介するの忘れてたので、キャスを紹介したいと思いまはい、す。お願いいたします。ナッティーナチコさん来ております。おつおつこんばんは。ここんばんは。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばん、ワン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 。ワンがルルルルルルル。先週、安室奈美恵の花火大会で聞いたみたいですね。ああ、そうですね。なんか、土曜日は順延になって日曜日にできたんだけど、雨降ってたのね。花火は雨に、なんて読むんですか？雨に、雨に降られてですか降らね。れて、運はい。命だったかな。そして、インコが、呼び出したら最初はいいけど、後々うるさくなりそうじゃない？わら。あ、そうなんですよ。さっき言おうかなと思ったんですけど、収録上の18日に、ROK さんの、花花天国っていう番組にメールをしたら、メールして、電話 OK と書いたら、はい。まあ、なぜか私に電話が来まして。おめでとうございます。びっくり仰天でしたね。電話ご出演ということで。そうです。私なんか、お家で聞いてはいたんですけど、まさかかかってくるとは思わず、ちょこまかしてるうちに、なんか、いつも私が、いつも頭につけ、いつも気まぐれって聞いた瞬間、私だ。あ、でも文章だろうなと思ったら、はい。電話しますって言われて、ええみたいな。このタイミングで そう、このタイミングみたいな感じだったんで、そこ、メールしたのはインコのことだったんで、インコのことを言いましたね。名古屋のダンサーズさん来ております。お疲れ様でございます。お疲れ様お疲れ様でです。す。ナルトラさんも来ております。お疲れ様です。おお疲れ疲れ様様でです。す。沖縄大好きさん、こんばんは、サッチー。ふんす？ふんす？ カープボーイさん、この時間帯は、平さんでいいのかな？と、大、だ、なんですかね。なんですかね。だ、あ、ま、ん？あ、ディアマンテ。ディアマンテさん、はい。ディアマンテスさんが大雨降られた時間帯じゃないか、買ったっけ？だったっけ？わかんない。僕も高校の時に2週間前に4姉妹の三振やらされた傘の男を引いた
理由が音楽でギターの成績がクラスで一番良かったギターと三線違うじゃんねって。本当で確かすよに。ね。三線とギター全然違全いますくから違いますね。からね。沖縄大好きさん、高校の文化祭の動画作りました。おお。おお。情熱大陸風の動画とか、ゴールデン X のパロディ系。パブディ系とか、おお、すごいですすね。ごいですね。私たちどんなだったのかな。 あんまりよく見てないんだけど。高校の頃は、なんか爪楊枝で作り物をするみたいな案が通っちゃって、天神やりましたね。あららららやっぱり。僕は。陸海空さんも来ております。イはい。チャリバ町で帰れって言われたことあるよ。 なんだそりゃ、どういうこったい。では、メールの方が来ておりますので紹介したいと思います。はい、お願いします。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんこんばばんんは。は。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、好きな島くつば、ヌーヤルバーガー、ハンバーガー、ニフェイデービル、ボディービル。あ、間違えた。好きな島くつば、新家、千葉利用、ニフェイデービル、イチャリバ町で、マブヤー、マブヤー、マブヤーってあのマブヤーのことかな。だそうです。と来ておりますね。もう一通来ておりますので、紹介したいと思います。ラジオネーム、ナルトラさんからいただきました。ありがとうございありまがとうごす。ざいます。好きな島くつば、思わず痛いってなった時のあがかな。おお。ほう。県外出身の人間からすると、なんか可愛く聞こえてしまうのは気のせいでしょうか。笑いと来ております。僕は子供の頃、アウチが先に来ましたけどね。アウチ？はい。英語？はい。アウチ、オーマイガー。なんで英語ですか？ 3歳から5歳までアメリカスクールだったんですよ。おーっとっとっと。だから、アウチ、アウ。そこが先だったっていはう。い。っていう、幼少期を過ごしてましたね。私、内地にいるときに、あえてアガを使わないように気をつけてました。聞きますからね。アガって言ったらもう完全にうちなんちってバレますバかレらバね。レなので、どうにかこにた、もう、いたっていうはい。のを、あーって止めるのか、うって言って、いでででで、になっちゃうのか。なんか居酒屋とかで、あがって言った瞬間に、みんな振り向いて、うちなんちゅう県人会とかに誘われそうですもんね。ですよね。お、君、うちなんちゅうって。そうそうそう。県人会だから、来なさいよ。確実になりますね。では、もう一通来てますので、紹介したいと思います。はい、お願いします。サッチーさん、キャンチー、こんばんは。こんばんこんばんは。は。ラジオネーム、名古屋のダンサーズでございます。お久しぶりですね、ダンサーズさおん、久しメぶりールでは。す。先ほど西町の電話出演おめでとうございます。まさかかかってくるとは思いませんでした。さて、好きな言葉ですが、カリーですかね。ああ、いいですね。飲み始めのこの一言、これ何て読みますかって。飲み始めのこの一言で、高揚感ですね。高揚感。はい。高揚感が出てきて嬉しい気分になりますね。そして、お仕事終了したぞというリセット感もありますね。沖縄へお邪魔して、皆様と一緒に飲む時の言葉好きです。皆様はカリーという言葉お好きでしょうかと来ております。最近なんかカリーとかよく聞きますね。カリーは確かに結構よく結婚式とかに使いますね。聞きますね。なんか普通に飲み会とかでも、はい。カリーとか言いますいますし。ね。僕、チアーズって言っちゃうんですけど。あれ？ あれ？ あれ？なんで？もしくは、チンチーンっ て言っなんちゃで？う。なんで？言わない言わない。言わないでしょ。言わない言わない。乾杯でチンチンってあるんですよ、ええー？初めて聞いたけど。初めて聞いたけどな。まさかそういうのあるとは思わなかった。私が好きな、
しまくとば、まあ、イチャリバ朝でもそうですけど、なんくるないさ。ああ、うん。まあ、いつも私はそんな感じでいつもやってるので、どうにかなる。マクトゥソーケーナンクルナイサーですね。そうです、そうです。そうです。私の、なんか、中ではいつもそれを、何かあった時には、マクトゥーソーケーナンクルナイサって大ね、事です。大事な言葉ですね。誠実に正しく生きてればどうにかなるよと。そう。そう、そういうことでいす。つも正しくやってるから大丈夫よと。そうです。これ励ましの言葉なんですよね。ですね。そうそうそう。皆さん結構このナンクルナイサーだけ使がいますね。使い一が人ち。走り、まあ一人走りしちゃって、まあ本土の方から沖縄の人定義だなって思われてると思うんですけど、ちゃんとした言葉覚えていただきたいですよね。ですね。なんかさっきラジオで聞いたんですけど、モノレールの、なんか今日、しまくつばの日だからっていうことで、なんか、アナウンスをしまくつばと、あと標準語でアナウンス今日してますよっていうのを聞きましたね。まあ、多分本土の方からすると、うちなぐちは何言ってるかわからないっていうのがあるので、なので、あえて標準語も入れてるんじゃないかと。そうですよね。ヤンポーさん来ております。復活した俺。何が復活したんだろう。さっちーきゃんちー、こんばんはと来ております。ここんんばばんんは。は。こんばんわんわんわんって言いそうになった一瞬。カープボーイさんのわんわんわん。影響で。影響で。僕やっちゃうとリアルになっちゃうんでやめていきましょう。犬？はい。犬になっちゃ犬になっちゃいまう？す。怖い怖い。他になんかないかなって今考えたんですけど、一瞬。このマクトゥー総計なんくるないさ以外に。何があるかな？好きなうちなうち。キャンさしんあまりくまと。すか？僕はですね、やっぱマブヤマブヤウーティクー用ですかね。あ？ そこ？あ、もう何回やられたかわかんないですよ。子供の頃、もうめちゃくちゃ、好奇心旺盛なんで、超怪我するんですよ。だからそのたんびにおばに、マブヤマブヤウーティクー用って言ってされてたんで、大事だなと思って。バスに引きずられた時も事故現場まで行ってやりましたし、マブイ組そんなことをやったんだ。あ、やりました よ、怖い怖い。カープボーイさん。あり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 。確かにありありあり。よく言う。よく言うやつ。ありありあり。ヤンポーさん、鳥泣いたか？と来てますね。やっぱり、リスナーさんなので皆さん。ROK も RBC も、RBCI か。RBCI も聞くので、私が今日電話出演したのほとんどの方が知っている電話とのいう、内容。内容を知っているという。それ持ち込まれても僕が反応できないんで、すそういでますせん、よ皆ね。さんちょっとお控えいただければ なんちゃって。なっちゃって。でもあれなんですよ。今日喋った、まあ、内容としては、インコ、私の家で2個、2羽飼ってるんですけど、そのうちの1羽が、私の名前はちょっと呼びつつあるので、教えてるんですよ、ちゃんと。いいですね。そう、それで、ちょっと、そんな感じですよ。そんな感じですよ。名古屋のダンサーさん、ちょっとだけ泣いたような気がする。まあ確かに電話中泣きましたので。ナルトラさんも、自分もちょっとだけ聞きました。ナルトラさん最近よく ROK の方でよく聞きますね。ラジオネーム。では、そろそろ来週のテーマに行って、またユンタクしましょうかはい、ね。お願いします。来週のテーマは、好きなコーヒーの飲み方です。あら、このテーマ来ちゃいましたか。来ました。来ちゃいましたか。というのも、10月1日オンエアになるので、10月1日がコーヒーの日らしく、どうしよっかなと思って、なんかいろんな日があったんですけど、コーヒーにしました。僕大好きなんですよ。はい。もう大学生の時散々自分で作って飲んでたんですよ。おお。おかげで、以前の、あの仕事の時には、はい。来賓に出す
コーヒーとか僕が作ってたんで、はい、秘書に飲ませたことあります。すごっ。沖縄大好きさんが、シマクトゥーバで一つ思い出すとすると、普段ラインさんでいいのかなっていう沖縄出身の YouTuber さんがいるんですけど、普段は内縄口で歌ってるみたい、歌ってみたを出してるけど、あー、ディなんとかズニーの、あー、うん、わかります？白雪姫を方言で喋ってみた動画を投稿してるっていう、あ、妹が今ハマってる動画ですね。そうなんだ。めちゃくちゃ面白かったです。いい、今度見てみよう。カープボーイさんが、キャンさんにコーヒーを語らせたら、3日経っても足りないんじゃないのって来ております。レインさんなんだね、あのさっきのレインさん、ちょっと後でチェックしましょうかね。リアルにカープボーイさんが言うと足りないかもしれないですね。もう僕豆もこだわってるんで。へぇー、はい、へー。ヤンポーさん、那覇に鈴鹿サーキットがラジオやってるから、サーキーが方言がわからないから方言でコメントしてきた。なるほど、それもいいかもしれないですよ。逆に僕もあんまり喋れないんですよね。私は聞けるけど喋れない。はい、はい、僕もおじいおばあ一緒に住んでるんで、はい、多少聞きはするんですけど、喋、うんうん、れないですね。あ、うちのおじいちゃんがあえて標準語で話してたんで、あ、なるほど、うんうんうん、標準語を覚えなさいと。はいはいはい。じゃあ、年取ると、うん、地方入りまして、あ、いや、方言だらけになるんですよ。わかんないわかんないってなるんで、そこで一生懸命コミュニケーション取るようにしましたね。なるほど、はい。そろそろお時間ですか。はい、あと1分です。沖縄大好きさん、沖縄の人間なら絶対、なんだ、絶対通らず内容ばかりで面白かったっす。女王が、白雪姫に優しいという、あのネタバレさせないでくださいね。私途中で見るので。鏡よ鏡よ鏡、チブル闇とは何か。そっか、はい。ロミオとジュリエットの組踊りやってた人いたよね。多分芸大の OB 会じゃなかったかなと。面白そう。おお、こういうのいいですよね。いいですよね。はい、ということであと20秒です。はい、ではお時間となりました。でこの辺で、また来週お相手はサッチーと、はい、ミキさんのキャンでした。バイバーイ。さよなら。ヤンポーさん DM 読んだよ、一番最初に。一番最初に DM 読みましたよ。まあ、なんか、うん、鏡よ鏡、合敗とはなんか。合敗とは全部頭のことしか聞かない。なんでよ、なんでよ。お疲れ様でございました。ありがとう。沖縄の言葉、頭に関する言葉が多すぎるらしいです。あ、タッペーとか、タッペーとかウケる。よくあったんだよな、私も。よくタッペーだなとか言われてたから、タッペーって何ぞって。ガッパイって言われてた。あ、逆だったんだ。よいしょ。はぁ、あ、久しぶりの収録。ガッパイ、タッペー、チブルマギー。ふふ。あの、10月1日の羽衣祭り、はい、うちの親戚が出るらしくって。おぉ。何に出てるんですか。なんか、カチャーシー大会かな、多分。ああ、ありますね、カチャーシー大会、うん。で、出るらしいです。おー。多分カチャーシー大会じゃないかな。なんか、歌とか言ってたから。1日の方なんですね。うん。1日なんですよ。残念。30日はこっちの特番放送もあるので。ああ。じゃあ、1日見に行けたら見に行こうかと。また混みそうですね。混みますね、絶対。なんかどうしようかな。なんかかぶってるらしいですよね、祭りも。羽衣も祭り、迷うな。着物でミキシングするか。あー、そこね。めんどくさいんやな。今年は普通の格好でいくからね。ではまた来週。